はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー4ピクセルリマスター、続きをやっていきます。で、封印の洞窟に向かわないといけないんですけれども、ちょっと先に寄り道をして幻獣の洞窟やっていきます。まあ、ここら辺は敵が強いんで、そもそも限界を食うとここを通ったリバヤさんたちにも力を貸してもらおう。通常だときついんですけど、ゲー、これクエイク効かないっしょ。ほら、ちょっと待って、クエイク効かない敵が出てくるとなるとめんどくせえな。ただアベンジャー、前回セシルはアベンジャー要員になったからな。両手持ち、バーサクの呪い、それがアベンジャーで、レビテトを覚えてるレベルじゃないとそもそも敵が強いで、その分経験値も手に入るっていう感じなんで、アルケニー、こいつはね、自信を唱えてくる。ただクエイクさえ唱えておけば、え、なんだ、めちゃくちゃダメージ取ったな。氷に弱いのか。どうしよう、ローザとかもさ、完全に攻撃役にしようかな。エルフィンボーにして、あれ、キラー、違う、攻撃50、75、知性が上がるじゃん。てか知性は意味ないか。天使の矢だな。これで攻撃77、どう117か、109、115、 OK。 エッジ何気に強えな、まあ、二刀流だからか。二刀流の割にはなんかそんな火力が出るイメージじゃないんだよね。で、地下2階、ここも例によってデビテトをかけ続けていかないと死んでしまうんで。デルフェゴ、こいつも飛んでんのかってことはやっぱ攻撃だな。一発で倒せるけど。で、宝箱は宝箱でやっぱり回収していきたいんで、コテージ、下を覗いてみよう。召喚士、召喚士系は経験値稼ぎができるからね。1体3600とか少ないな。ハイポーションとか、マジでハイポーション多いな。で、アルケニー先制攻撃で、攻撃、攻撃、こいつは防御でいいやもん。強い、弱点つくとマジで強い。で、下に降りて地下3階、リバイアさんも帰りさ、ちゃんと律儀にここ通ってきたんだね。ちょっと今ローザダメージ見てなかったんだけど、どうだった？フェニックスで、宝箱の回収がここら辺は強いローザ、こんなにも強いとは思わなかった。弱点だったのかな。召喚士、ゲッ、エッジ攻撃力高い。てかレベルアップによ、なんだこれ、どっから行けばいいんだ。こうか、ハイポ、ポイズンアクス、効く一文字。なんかね、エッジの装備がどんどん揃ってくな。メイジマッシャーとかもはやいらない子になってる。レベルアップだけの攻撃力だとそこまで強くはならないか。やっぱ武器ありきだな。500、いや前列は結構食らうな。で、俺が行きたいのはあそこの宝箱。モンスター刺さないと。これも攻撃でゴリゴリ、こいつこそクエクで楽勝っぽいけど。攻撃と攻撃のぶつかり合い。いや、でもローザの3000はさっきあれか、なんか弱点ついたのかな。呪われた。ひどい。これとか珍しいな。ディディア花ピタが上がんねえんだけど、ディフェンダー、ディフェンダーの方がよくねえか。普通に強い、マーサクかかってるとはいえさ、こっちの方がよくねえか。
って盾装備した方が効率的。アベンジャー出番一瞬で終わったな。ただセシル今のまんまだと多分防御になってるよね。で降りて幻獣の町リディア戻ってきた。エーテル限界の奥深くにいる。幻獣たちの住む世界5000円。リディア以外の人間アンタラが初めて怪獣図鑑。そしてここのネズミの尻尾、これが超キーアイテム。久しぶりだなリディア。リディア、オイラが喋っちゃ変か。こいつを呼び出してんのチョコボって。一体どんなご用で。いらない。あ、万能薬買っといてもいいか。寝よう。最近全然回復してないからな。出発。イフリート燃えている。チョコボ、シビア、ラム、みんな。タイタンはレビデとかけておけば大丈夫。いらない。で、何もない。ボム。怪獣図鑑。どこにも行かないでおくれ。なんでリディアそんな人気なの？お友達？幻獣怪図鑑。アスラ様、幻獣王には話を聞いてもらえない。で、武器屋は？チェーンウィップ、電撃ムチ。ムチ系だね。虎鉄、妖精のロッド、波動の杖。精神が上がるっていうのはいいよね、やっぱり。攻撃に特化するか、どうするか。精神、まあ、78か。まあ、それはレベル高いからね。防具も見てみよう。精神が上がればホーリーの威力が上がるからなって言っても、一時の盾打ってんじゃん。知性が3ある。なぜだ。光のローブいいね、買ってこう。防具はマジでいい。ポイズンアックスになってるし。ポイズンアックスって両手、アックスが両手なのか。なるほど、そういうことね。で、維持させて。あれ、あと、光のローブか。結局、癒しの杖になっちゃうじゃん。攻撃力だけを見てるからか。エルフィン棒にして、天使の矢。めんどくさいな、いちいちやんのが。で、リディアも、明治マッシャーになってるし。妖精のロット、知性上げる。静かに暮らしていきたい。人間を連れてくるな。人間は嫌われている。当初かタイタン地割れに飲み込まれる。イフリート燃やし尽くす。知らない召喚獣ラム、イカズチ、シブア、いてつく、チョコボ、逃げ足と愛嬌。召喚魔法今やごくわずか。人間界とつながる洞窟、強き精神と体を持つ者のみ行き来ができる。シルフ力を合わせた時にその力が発揮される。必殺剣オーディン。幻獣王限界の王アスラ。幻獣王の妻。人間界にも文学はあるのかね。いや、文学くらいはあるよ。二つの月、昔は一つだった。幻獣王を超えるもの、幻獣神。未だ敗北を知らない幻獣神に打ち勝つも、跳ね返すことができる者のみが勝てる。大いなるクジラ。幻獣、魔物、人間、どこから来てどこへ行くのか。ライブラスラも通じる魔物たち。怪獣図鑑。え、そうなの？怪獣図鑑の方が効果高いんだ。大野は。幻獣王と王妃の。幻獣王に話すためにアスラ王妃のお許しをいただかなければならない。わしゃじじいです。手を貸しましょう。はい。
いや、まあ攻撃で全然十分だと思ったけどね。312、3400とか弱点なの。1050、まあ、エッチはしょうがないもん。戦おう、ケアルダ。要はそのケアルダを超える。あれ、こっちリフレクトないでくるっけ。いや、一回やろう。あれ、こっちさ、攻撃するときにもさ、もし反撃食らう、多いね。9999。お、リフレクトは取られてこない、まあ、エッジが死ぬのはしょうがない。なるほど、攻撃をすると怒るんだ。怒った顔になって反撃をする。いや、怒った顔じゃねえし。まあ王妃といえどこんなものだ。強くて優しい良い友達、いつでも私を呼びなさい。でもアスラ大して使い道がないからな。一応呼び返らせておくか。エッジ、アスラまで倒した。一戦交えてみるか。まあ、ホーリー唱えた方が絶対早いけどね。攻撃より、いや、弱点じゃないから弱い。まあ、フレアでゴリ押す。これでいくつ食らうか。大海嘯じゃなくて大津波になってんだ。きつえ。さすがリバヤさん。あれ、エッジ全然減ってねえな。なんでだ。フレア、フレアホーリーが一番効率いいよ。ここら辺の敵になるとだいぶヒットポイント上がってんな。ブリザラとはいえこんなものか。幻獣の王ともいえど、幻獣王リヴァイアさん。あ、リヴァイアさんで攻めていこう今度から。あとは問題は栄翔時間なんだよね。飛翔時間が長いと敵に攻撃されちゃうから。で、ここはもう用はないんで出よう。テレポ唱えらんね。ちょっとどっから出んのこれ。歩いて帰るとかしかない。ここに来ればテレポ出れんじゃね。出れた。さて、じゃあクルさん、なんで2つあんの。あ、なるほど、洞窟と幻獣界があるよっていうことか。だから上も多分シルフがいるよってとこだな。ではではでは、一回寝るか。で、冬の洞窟に行こう。では冬の洞窟、封印を解く証を捧げよう。部下の首飾り、開いた。ここは開くのか普通に。で、あれ、こっち行けねえし、右からじゃないといけない。うんうんうん、飛んでる的に強いんだな、やっぱ弓矢は。で、ロープを渡って扉、アサルトドア倒した。攻撃だけでなんとかなんだ。結構な経験値を持っている。エーテル、コテツか。コテッちゃんはどうなの。おお、一応コテッちゃんの方が強いな。炎月輪とかでも後ろから攻撃できるっていうのがね、いいんだろうけど、いらない。フレア、もったいないけど、めんどくさいから変えるのがめんどくさい。17000か、いい経験値だね。これ一人でやっていけば
すぐなんかレベルアップしそう。懐中図鑑ここら辺に来てやたら手に入ってくるな。で宝箱ある？なさそうだけど。ナーガラージャ、ナーガの王、ナーガラージャ、それが2体出てくるとは。王でもなんでもないんだな。毒消し、しょぼい。で、アサツゴは時間がかかると中から敵が出てきちゃうんで、そうするとアサルトドアの経験値は手に入んないと思うんだよね。3万はマジで美味しい。1人に集中させた方がいいんだろうけど、まあ今のところね、別に全員のレベル上げてっていいんで。エッジもうレベル40か。アサルトドア、レアがマジで強い。よし、回もアップ。ヒットポイントしか上がらん。てか、ここら辺のレベルになると、なんか確かもう、固定じゃなくて、レベル70くらいだっけ？ 70 から先って、なんか決まったステータスがランダムで上がってくんだよね。あの、70まではレベルアップのステータス上昇値は固定なんで。で、そっからランダムになってくる。70か75か忘れちゃったけど、そこら辺から。ま、厳選する必要もないんで、そこまでやり込むわけじゃないから。で、これ下はいけない。こっちで一回宝箱取りに行って、フレア。セシルはまだ固定、上がり方が。回収図鑑、回収図鑑でも売ってたよね。早いリギア減ったら回復させないと。3000ルピークレア、これもマジか。100使ってるかな。なるべくクレアを使わずに勝たしたい。ここは扉の宝庫だ、経験値の宝庫だ。マジで飛び出してしまった。これはあれかな、ロボザが攻撃しちゃったからかな。スマイラブレインだと多分経験値そんなに入んないと思うんだよね。28000。スマイラブレインはでもあるか。ただ3枚よりはやっぱり減ってる。他のなんか弱っちい敵が出てくると多分もったいないことになるんだな。3回で倒せないとなんか扉から出てきそう。光の剣、え、俺だってさ、もうディフェンダー持ってるからね。先に幻獣の洞窟行ったから、それを考えるとやっぱりここが先なんだよ。あ、やっぱでも時間か。今4回攻撃したから、割と早めに出てくるんだな。光のカーテン。敵6体。もったいない。これはミスヴァンパイアにやってほしかった。ミスヴァンパイアがちょっと、一発で倒せねえかんな。人によっては。そろそろリディアのマジックパンがやばそうだ。ここは何もない。箱は何もない。エリクサー、風魔手裏剣。風魔手裏剣って投げるとどんくらいなんだ。これボス投げてみよう。風魔手裏剣、まあ、変えるっちゃ変えるからね、別に。早いな。でセシルが意外に遅い。出た。まあ、キマイラブレインだったらまあまあまあ OK。 28000経験値持ってるから1人で、まあいいだろう。倒せなかった俺が悪いんだ。ローザやっぱりホーリー唱えようかな。そう考えると
早いフレア、いいね。フレアが入ればもう絶対だからな。もうフレア唱えらんでし。ちなみにエーテルってさ、いくつ回復するの？使ってみよう。25個か。げ、50しか回復しないんだ。あれ入ったっけ中。あ、ここにセールポイントがあった。エーテルを使った意味がない。3個くらい使ったかんな。だいぶ無駄にしたな。パンチャー行こう。で、こっち。アサルトドア。500。弱い。どうぞ。弓って力やっぱり依存されんのが。虎鉄、黒ずき、ここは完全にエッジ用の装備だな。菊一文字の方が強い。菊一文字どこで手に入れたんだっけ。幻獣の洞窟だっけ、なんか忘れちゃった。笛縁か。笛縁はめんどくさいよね。もう普通に上がってるからもうちょっと高いのかな。フレア、ここでだいぶ強くなったな。エーテル、エーテル100回復してくれればいいんだけど。50、まあ、序盤で使えってことなんだろうな。デビルヘッド4、飛んでる敵は2倍、飛んでる特攻と、あと多分聖なる力の特攻があるんだな。それが両方入れば4倍とかになるのか。飛び出したか。あ、これ絶対キマイラブレイン。なんかそれ以外の敵も出てきた気がするけど忘れた。なんもなし。そこそこだな。ここのダンジョンの長さが。アサルトドアを倒していかなきゃいけないっていうのが時間のかかる要因。こいつらで経験値いくつなんだっけ。1万7000か。パンパイアの牙とかドレインとかそこら辺いらないよな。お、いいね、フレア。エッジレベルアップ。ナイス。宝箱。静寂の鐘って何？こいつ、効率に弱い？もしかして、ビルヘッド。もう弱点がわかんね。普通の敵なんて。これ下に行かないか、いけないか。一回もうフレア安定だな。本当に無属性で9999当たるっていうのが本当に強い。でさらに扉、これで決めないと無理。おお、セシル、ナイス。はい、レベルアップ。いいね。力、体力、知性が上がる。なぜか知性が、ね、どれほどのあれなのか、その戦士系にとって重要なのかが分かんない。魔法防御がどうなんだろう。知性を使う魔法に対しては知性が高くないと魔法防御が高くないとダメージ食らっちゃうっていうんだったらあれだけど、精神もあるからね。で地下4階、ここにもセーブポイントがある。だいぶマジックパワーを使ってるから休んでいこう。
て、このロープは意味ないよね。普通に回って行く。ロープで下に降りられるわけじゃないんで、扉が襲ってくる。フレア、てかリディア、マチキパン700超えてんだけど、いつの間に。クリスタルルーム回収、闇のクリスタル。でデジョンで出たいところなんだけど、デジョンじゃねえや、テレポで出たいところなんだけど、ここはまあイベントがあるんで出れません。壁が動き出す。封印の洞窟、クリスタルを取った後も安心できない。ぶっ壊す。ちょっと待って、ここはゴリ押しだから、ホーリーにして、でけえな。でもこれあとは流す。すげえ、そんなんやってくんの。クラッシュダウンはさせない。倒した。動いたこいつ。今さ、ちょっと普通のさ壁よりさ経験値少ないんだけど。おととい来やがれ。じゃあ出ましょう。さて封印の洞窟に戻ってきました。入り口ですね。なんだ、カイン、帰ってこい。カイン、クリスタルを持ち私の元へ。カイン、しっかりして。大丈夫だ、俺は正気に戻った。ふう、闇のクリスタルを奪われた。てめえカイン、何を。私の術を侮ってもらっては困る。この時を待っていた。これでバブイルドの塔は完成する。月へ行ける。来るのだカイン。さよなら。これで全てのクリスタルが揃った。月への道が開かれる。はっはっは。なんてこった。圧巻だ、クリスタルが揃っている。出よう。というところで、じゃあクリスタルが奪われてしまってバブリュとの封印が解けたところで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。